田んぼのあぜ縫いの終わり、山垢帰りも孵化をしました。落ち着いたらどうぞ遊びにおいでください。待ってるよ。時和館特製佐渡のふるさとの味、いつでも待ってるよ。赤泊まり、釣り船でも飲んに来て魚でも釣って遊びに来てくれっちゃ。落ち着いたらタライン乗りに来いっちゃ。待っとるしの。またみんなで集える日が来るまで一緒に頑張りましょう。佐渡ファンの皆さん、今はちょっと我慢です。だけどコロナが収束したら魚はいっぱい増えてます。また佐渡に来いっちゃ。佐渡の美味しいはこれからが本番ですので、コロナが収束したらぜひ佐渡に来てください。よろしくお願いします。就職後、素晴らしい佐渡島の観光と美味しい食べ物を食べに来てちょうだい。時と一緒にお待ちしてます。皆さん、落ち着いたらまた佐渡に遊びに来てください。お待ちしてます。よっくび昇流棚田ではもうすぐ田植えが始まります。お部屋の中にこもっている皆さんは大変でしょうが、コロナが落ち着いたらよっくび昇流棚田でお会いしましょう。